時間になりましたので始めさせていただきたいと思います皆様こんにちは、えー、今日はですね、イベントということで租税法改正論点の概要という話で17時25分ぐらいまでお話をさせていただきたいと思いますでは恐れ入りますがレジュメの方ですねご準備をお願いいたしますでは画面の方ねプレゼンターに切り替えさせていただきます 1>, で1ページ目、開けていただきましてちょっとレジュメの、ねえー、構成について先にお話をさせていただきたいと思うんですけれどもまずこのページからですね改正論点の概要ということで入れさせていただいています法人税法、そして所得税法、消費税法ということでですね、えー、入れてありましてそのあとなんですけれども租税法の出題傾向ねこれも2017年のものも反映させていただいております。で各税目こととということで、えー、もうででも今までねあのご覧 ご覧になっていただいている方あの私のこの形式をもうご存知かと思うんですけれどもあの少し、ねえっと、所得税とか消費税に関してもうちょっと項目をあの細かく入れてみましたので、えー、ちょっと今までとは違いますということの、ね、インフォメーションさせていただければと思いますであのこの,あの出題の傾向の方ねまたあの計算力キープというところのお話で使わせていただきたいなと思います であのいずれにあのご出席の方においてもですね、えー、今日のお話しさせていただく内容を見ていただければということで一つのレジュメにまとめさせていただきましたではおそれいりますまた一ページ目画面の方ですね戻らさせていただきましてお話の方を始めさせていただきますで2018年向けということでですね本式における事業年度課税期間とねいうことを書かせていただきました法人においてはねもうあの計算ですね前年から引き続きということであれば29年4月1日から 3十0年3月31日、ね、この事業年度法人税法であればそうですし所得税法によればこの課税期間とから個人においてはですね平成29年分、ね、所得税法消費税法がねここに関わってきますということで,でこの後なんですけれども改正の内容で例えば何月から施行とかですね何月何日以後ねこの改正の話がスタートするとかねいうことを書かせていただいてますのでその ちょっとあれどこだったっけってなった時にですね、あのこの事業年度なり課税期間確認していただければと思います。 では2つ目の柱ですね改正についてというところを見ていくことにいたしましょうで、えっと、試験範囲に関しましては直前で確認させていただきましたえ30年本試験ということでですね、えー、2018年の本試験ですが29年6月21日公表のものの内容以後ね、えー、っと更新というのはなくって今のところ前年と変更なしということ。 でただ、税制改正はね、もうこれ、毎年あります。 毎年あってこの内容じゃちょっと少しね今日は一緒に見ていきましょうということででは改正分野の概要というところですね各税目ごとに見ていくことにいたしましょうで、えっと、このね入り口のところに書かせていただいていますがあの主なね改正点ピックアップさせていただいたものですで詳細に関してはねあの論文テキストに記載させていただいてますのでおされありますがその旨はご了承ください では早速ですけれども法人税法から見ていくということでえまずねあのこの項目なんですけれども一番左側は例えばねスタート減価償却ありますけれども。 テーマですよね。テーマを書かせていただいてまして、その次の法のところなんですが、例えば一つ目の減価償却計算ですよね。計算規定ね。法人税のねえ、施行令の関係で変更がありました。と言ったらこれね。計算で関わってくるんだな。例えば、その次のねえ、特別償却の関係ではあれば措置法ですよね。措置法って言うとあ計算が変わるんだなというふうに思ってください。で、例えば一番下ですね。申告期限の延長のところ、方法,法って私書いてます。これ法人税法のことね。法人 法人税法の最後の方とね方法,法ということここのね,法,法,にね法人税法に関して個別法本法の改正があったということは理論計算ともにここは気をつけておかなきゃいけないな とといいいうにですすねお捉えいただければと思いますこれ所得税も消費税もそのようにねえの見ていただければいいなというふうに思いましてそのどこの法律の話っていうことを一つね入れさせていただきましたそんな形でね、あのー、この以下見ていただければと思います。 でではですね、えー、早速ですけれども、たからということで、まあ、あの法人税法ですね、えー、大規模法人、皆さんの、あのー、出題、ねえー、される、まあ、法人ですね、今回、本試験、17本試験で初めて、まあ、小さな問題で中小法人が。 もう本当に初めてですよね、12年でね、初めて出題があったということではありますが、基本的にはね、大規模法人ということで、税率、それだけ入れさせていただきました、23.4%のままです、来年また変わります、ですのでね、ここは変更がないんだということで、ね、税率を抑えてください。 でえ一つ目の項目ですね、まずは減価償却こちらは営業権に関して、ね、えー、もう結論ですね、月割りということ、ライン引いておいていただければと思います、月割り計算に、ね、変わりました、それもあの事業のように今日した事業年度ね、だから初年度から年割りとかってじゃなくて、ね、ここが月割りに変わったんだと。 ととしますと営業権、まあ減価償却もそうなんですけれども例えば、組織再編なんかで、ね、そこも入れてありますが、ね、あの調整勘定、ね、のあたりもこれ関わってくるので、えーっとね、今日のレジュメでもあ入れあ,入れてありま資産、ね、調整勘定、ね、入れてありますので、ねえー、営業権はちょっと、ね、組織再編の方にも及ぶんだということが一つ、ね、あります。 法人税法の施行倫の方での改正ということですので、まあ、計算というふうに見ていただければよろしいんではないでしょうかということでお願いいたしますまずは一つ目、減価償却では二つ目ですね特別償却と特別控除とこちらはもう、ね、内容も措置法ですね措置法の変更そして特別償却および特別控除ということでの上3つかな。 これ中小関係なので、ちょっとまあこんな形で丸しておいていただければと思います。皆さんんににおいてははそな要性ということで、皆さんにおいては、大規模法人においては、この丸4番とその下のです、ね、特別控除に関わる2つですね、ここがまあ中心的というところでしょうかね。 まああの中小の、ねえー、改正に関しては本当にあの措置法も毎年のように、ね、今入ってきてますし。 それからあの本試験でも、ね、例えば17本試験で小さな問題の3問目に中小が出ましたと言っても今回の分量、まあ、ちょっとあれは、ね、ものすごく分量が多かったですけれどもそこが取れなかったからといって他できちんと、ね、カバーができるような、ねえー、対策を取っていけばいいわけですからもうこれはあのテキストの方も D ランクということにさせていただいていますのでもう本当に後で時間があればということで、えー、中小の方の改正はお披露いただきます。 いければと思いますそして、えー、丸の4番です、ね、新設ということでこちらがですねもうつい最近ですよ29年の7月31日に施行されたといつになるんだろういつになるんだろうって、あのーねえー、改正の時期をちょっと私も待ってて。 で、えー、条文のナンバーはですねこれが入ることで一つちょっと変わるところもあるということでね、まあ、待っていたんですけれども7月の31日に施行されたということでトレックの方ではですねこの内容に関してはレジュメの方で補足をさせていただいていますでこちらの新設されたですねその地域経済牽引事業のね,ね促進区域内において特定事業用機械等を、ね、取得した場合のまあ特別使用客特別控除これはあの規模を問わないんですね法人のね法人の規模を問わないね、えー 特別消却特別控除になっているということで1つここまで一応見ておきましょうということになりましてねレジュメの方で加えさせていただいていますそして特別控除に関する内容として一つですね特別控除と入れてるその下ですね 特定地域において雇用者数が増加した場合から雇用者給与と支給枠が増加した場合、ね、これね、あの出題が1回だけあるんですね、15年でしたっけね、えー、出題があるということでこちらも少しだけ内容が、ね、変化したところがあるということで、まあ、柱として入れさせていただきました、まあ、詳細の内容に関してはですね講義の方で一緒に見ていっていただければと思います。 では続けて3つ目の項目、ですね試験研究費、もうこちらがですねあの脅しということではなくて真ん中ああ、もう計算内容、ほとんど改正なんですね、もうほとんどと言っていいくらい、でその要因としてそれが上なんですけれどもあのいわゆる AI、人工知能ね、あのこの人工知能の開発 っていうことが、やはりこれは試験研究なんじゃないんでしょうかと。で、東京オリンピック、今ね、日本控えてまして、まあ、そのね、東京オリンピック成功のために人工知能のね、開発もすごいですよ。ということで、やはりそういった あその開発をされている会社さんにおいてはですね少しあのね、えー、税額のおまけをしてあげましょうということになったんでしょうね。ということでそれが、ですね、まあ、範囲にというところまたちょっとレジュメに戻りますが範囲に、ね、新たな益務の開発というものがですね1つその試験研究の、ね、中に加わりまして試験研究費の特別控除の対象の中にね。今までのその製薬、ねあのそねあ 薬ですよね製薬の開発とかイメージすると分かりやすいですねなんて申し上げてましたけれどもそれだけじゃなくってこういった人工知能の開発なんかもそれだって立派な試験研究じゃないですかということで、まあ、これが入ってきたことによっての改正があると。で一部ですねここ2年29年4月以降ですねと2年ですか31年3月31日までですねこのの間が前年までの内容を 若干引っ張っている部分が入ってきてまして、えー、その上乗せ措置とかね、えー、まああのいわゆる本当にもう次,元的次元立法ということで,ですねちょっとその2年間だけはあここも考慮しますとかね、えー、いうことで、えー、少し、ね、2年間だけ前年までの内容を若干引っ張っているところがあるというような改正が入っています。 そして一番下、ですね増加型っていうものがですね廃止になりますこれ完全に廃止でし、ねえっと今まででいうところの高水準型のみに,ありました、ね、のみになりましたただし、計算内容についてはですねこの高水準型、少し、ね、変更が入っているというような状況です。 でまあ、こちらも、ね、措置法ということですので、まあ、計算で、ねえー、ここは気をつけなきゃいけないなということですねで、まあ、ちょっとあの途中ですけれども、うん、2016年、2017年本試験を見ていますと何かしらの税目で例えば2016年でしたら所得税の計算で改正があった直後の問題が出てたりとかです、ね、あイオンでしたっけ。 理論ですねね理論で、ね、出てたりとかですねから2017年もですねその計算で少しねあの改正があってすぐねあ出題があるというようなことはありますけれどもあのまあ、そこがね例えば取れなくても、まあ、他のねあのところできっちりと取っていくっていうねあの方法であの合格ライン 行くように、ね、なっていましたのであんまり、ね、あのここの試験研究費のところは本当ガラッと変わってしまったのであのそのようにお捉えいただければと思います。 ではその次、ですね申告期限の延長で今、少し本試験の話させていただきましたがこういった内容は少し、ね、あの会計士の試験では特にあの出題の可能性があ、ねえー、ないとは言い切れないなというのは法人税法、本法の改正で何があったかっ、ねえー、確定申告書の申告期限の延長今まで、ね、1か月延長、あの立死税なんかのところですよね。法人税法 というところの,、ね、あの1ヶ月延長ということでもちろん、ね、あの申請者届出書を出して1ヶ月延長ねするということなんですけれどもあのこれもどういう影響かというと外圧ですね、いわゆる、ね、その国外の,その株主さんから。 あまりにも日本の株主総会は6月に集中しすぎじゃないでしょうかと、ね、で適切な判断ができないと、まあ、いろんな今ニュースもありますしそういうことの兼ね合いだとは思うんですけれどもそういうことで、まあ、ちょっと3月では終わらないという会社さんも、まあ、ありますよねということでではちょっと、ね、見ていきましょう、えー、会,会計監査人を置いている場合。でかつ 定管ですね定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から3月以内にえ定時株主総会が召集されない状況にある場合特にこの後半のところですよねこれが、まあ、いわゆる今私が申し上げました外圧ということねこれはあの開催されない状況というよりも開催、まあ、そのそ外からの要望によって、うん、じゃあちょっとうち時期遅らせようか っていうような会社も少し出てきつつあるということで、えー、またレジュメ戻りますが4月以内で,です、ね、税務署長が指定する期間の、ね、申告書の提出期限延長が認められるということになりましたでもちろんねこれにはもうねあのうちはもう延長しますから <laughs> ということでねいいかっつったらそうではなくて必ずね申請書の提出の必要はありますよということ。ででここちら一番下のの米印のところですね3月決算法人、ね こちらですね平成30年3月金曜の、ね、申告書から適用可能ということになりますのでこういったところがちょっっととここういったところの改正は本法の改正でしかも会計士試験ということを考えますと理論ね、ね、えー、少し気をつけておかないといけないところかなといいう,うに思いますでは、まず1ページ目、ここまでよろしいでしょうか。 では続けてですね、二ページ目、まだ法人税法が少し続きますが、ね、見ていくことにしましょう。で、次は圧縮基調ですね、で、圧縮も、えっと、措置法と関係ですね、これは、あの。 ね、試験研究費とか今のね申告期限の延長ほどではないです。えー、特定資産の開会の圧縮基調のところで、えー、まず一号開会が本当にもうこれ細かいところなんですけれども譲渡資産の内容が若干変わったところがありますということ。もうこれ本当細かいのでまた講義の中でね、えー、見ていけばということで、えー、お願いいたします。それからレッドの方ではですね今まで九号開会っていうのを見てきてたんですけれどもあのそれいわゆる号数が変わって九号開会が七号開 ということでね。あの号数が少し変わりました。というところがあります。まあ、圧縮に関してはあここまでということでね。いいのかなと思います。 そして次ですよね、繰越決算金、まあ、こちらあの17本試験でね、まあ、中小法人という形での出題があった内容で、まあ、大規模法人でいきますとということでご覧ください、およそ決算金のですね控除限度額の引き下げ60、60%から、今度からは55%と、こちらですね。 に変更がありますのででこちらも本法ですね法人税法ということですから、まあ、まあ17本試験で出たてですのでねただまあ一応知っておくとプラスにはなるのかなというふうに思いますではその次ですね役員給与これですねもうあの試験研究費はまあ措置法ですので計算と まああの重たさで言えば役員給与なんではないでしょうかというところですねもうあのガラッと変更でやはりあの会計士試験を考えると少し、ね、あの役員給与に関しての今回の変更はちょっとしっかり抑えとかなきゃいけないんじゃないかなと。 で本法と,と計算機体施工例の方での変更がありますので、まあ、理論、計算ともその少し変わるところがありますよということそして今回、役員給与に関しましては変更が、ね、いくつかありますので役員給与、退職給与そして新株予約券、ね、譲渡制限付き株式による給与という柱に分けさせていただきました見方としてはよろしいでしょうかねこういう柱でね3本分けさせていただいています。 ではまず1つ目、ですね役員給与でこちらの柱に関して定期同額給与事前確定届出給与、ここまでは一緒ですただし3つ目、利益連動給与っていう言葉もうなくなりましてこれです業績連動給与というふうにもう名称が、ね、変わりました。 利益連動給与ではなくてですね業績連動給与になりましたということですね。で、まず1つ目ですね、また戻って定期同額給与、こちらね、見ていただきたいんですが、まあ、ここは細かいと思います。 源泉徴収等のすねの,後の金額これが同額である定期給与の追加ということで源泉徴収等ですから、まあ、あの社会保険とかもですよね要はあの手取り額、ね、あの17本試験をお受けになられた方は所得税法の計算の問題の,あの頭ですよね。 難しかったですねあそこに出てきたあの手取り額ねいわゆる手取り額が同額である、ね、定期給与を追加しますよっていうふうにですね一つこれは追加が入りましたというね改正。からは2つ目ですね事前確定届出給与ね、えー、こちらに関しては。 所定の時期に確定した数の株式新株予約券を交付する給与のやはりこちらも追加と一つ内容の追加がです、ね、定期同額事前確定においては入りましたということになります。 そして3つ目、ですね業績連動給与、こちらに関しては、まあ、その算定指標ですね、こまあの今までそんなに、あのーねえー、いわゆるその、 UFO に基、ねえー、づくとかね、えー、いうことを、まあ、付,属付,属付属として抑えてたような形でありましたがこの業績連動給に関しては1、ね、つ目ご覧ください算定指標にね株価や売上高というものを追加しますということで少しこのその。 企業の、ね、業績、さらにそれもまあ細かいところですよね、算定指標がこういった株価や、ね、売り上げ高というところが加わるということですので、少し、ね、あの細かさが、ねえー、増えましたということ、それからこれも指標で、ね、複数年度等の、ね、指標を追加しますと、そのまあ単年ということではなくて、ね、複数年度を見てというような指標も追加していきますよと。 から株式新株予約権の確定した数をね限度とするものも追加していきますよと。 から非同族会社の100%パー子会社が支給するものも追加しますよということで、ね、ここの業績連動の関係が少し、ねえー、内容があのなんていう改正が入ったことで、まあ、細かく厚くなったと、まあ、会計指識を考えると少し、ね、あのこういったところの理論に関しては聞かれかねないのかなというのは、ねえー、思うところになります。 そして、まあ、それと連動するようにというふうに申し上げてよろしいかと思うんですが退職給与ねで退職給与2つ目の、ね、き役員給与の中の退職給与をちょっと見ていきましょうで退職給与のうちその1つ目の、ね、業績連動給与に該当するものとつまり役員給与の中の丸三の対象ですね。これああのまあ ちょっと細かい要件がまたさらにあるんですけれども要件を満たすという場合に限ってですね損金参入ということが追加になりましたしそれから退職給与のうち新株予約金による給与に関しては、ねえー、と事前確定とか利益連動のその要件を、ね、満たすという場合に損金参入 OK ですよと、ね、いうことが追加になりました。 とということでだいぶ、ね、内容があのここはもう、ね、利益連動から業績連動って名前に変わったところからしてですね大幅な改線が入っているということ。 そして、まあ、一番下、ですね新株予約券、ねえー、譲渡制限付き株式による給与、まあ、こちらがえっと2年前、2016年ですね新株予約権の関係で少し理論の方ですね出題がありましたが、えー、子会社役員と、ねえー、付与対象に追加しますよということでねこちらも追加の内容が一つ入ってきましたということですね。 ですね、まあこういう、ね、内容の追加が少し入ってきましたということですでは法人税法は最後の、ね、項目になりますが組織再編ですね組織再編に関しては17年では、ね、理論でのね出題がありました。でまた少しです、ね、税制改正が うんまあちょっとこう見ると少しと言えませんけれども入ってきてきいるところになります、まあ、あの前年から試験範囲ということでですね追加になったところでもう早速出題があったということですから改正の内容何があったのかなということもですね見ていくことにいたしましょうではまず一つ目ね分割型分割によるその後の言葉が何か嫌ですけどもスピンオフ。 これが的確分割に、ね、該当しますということで私いつもですね、講義の中で的確の関係オレンジで入れてましたのでオレンジで、ね、入れさせていただきます。分割型分割にスピンオフでスピンオフって何ということでですね、下補足入れさせていただいています。ご覧ください。スピンオフとは会社の一部門または完全子会社を分離独立させて新会社として事業を行うことと。 でだからもう完全に分離ね独立させるような形のその分割型分割ですねもうこれは的確つまりもう引き継ぎですよねボカ等のね、えー、で、えー、よろしいじゃないですかとでこれこうしないとあのー。 組織再編みんな活発にやらなくなっちゃうような状況だったんですよね今までの状況でいくとそれはそれは的確でしょうかとかね、えー、いうことで争いが生じてたりねなんかしまして、えー、ちょっとあの企業の側からすると組織再編しづらい状況にあったということで、えー、一つですねこういった改正を入れてあの企業が組織再編しやすい、ねえー、状況にして差し上げましょうというようなね改正が入 入っているということです。そして、えー、丸の2番、これも新たな言葉の追加でして、現物分配。ちょっと先にして読ませてください。現物分配のうち。 完全個法人株式の発行済み株式等の全部が移転するものこれに関しては現物分配という葉はまだあるんですよ現物分配は現物分配であるんですけど今、下線引かせていただいた完全個法人株式,と株式です、ね、の発行済み株式等の全部が移転するものに関してはこれはもう株式分配と言いますということでね。 現物分配は現物分配で今まで通りあるんですけれどもこの、ねえー、内容に関してはもう株式分配と言いますという内容が1つこれはもう追加で加わったような、ねえー、話になります。そして3つ目ですね、えー、非適格合,合併により生じた資産調整勘定最初に見ました営業権のことですね、これも月割り計算になったというところ。 それもあの合併等があった日の属する、ね、授業年度の損金参入額ですねこれが月割りになりましたとそして4つ目、ですねスクイズアウトとでただこちらに関しては今、初めて出てきましたね29年10月十月一日以降の話です。ので、まあ でねえー、本試験で出てくる事業年度で言うと事、まあ、業の中途からということですからうんまあね、えー、来年以降なのかなというふうにも思うんですけれどもスクエーザズアウトですねあ内容ねあのスクエーザズアウトって何だろうってこれお読みになるとああなるほどねってもうねお思いになると思うんですが括弧の一番のところをご覧くださいスクエーザズアウトとはあね TOB ですね株式公開買付によって えー、対象会社の株式の3分の2以上を取得した後少数株主から強制的に株式を取得しで交換会社を100%、子会社化する行為から一旦3分の2持った後と、ねえー、その少数株主からもう強制的に、ねえー、株式を取得してとで100%ね子会社にするというよ、ねえー、うな行為ですよね。これをスクイーズアウトという ででそのスクイザーズアウトの手法としまして下ですね合併株式交換、まあ、ここまでは、ね、よろしいでしょうその後の3つがねちょっとまあ,あ正しいと、ね、全部取得条項付き種類株式の端数処理 とかですねから株式併合の多数処理だったりから株式売り渡し請求による完全子法人化といったものもそのスクイズアウト手法としてですね入ってくるというような内容にですね、えー が入ってきました改正によってですねただ、こちらに関しては29年10月1日以降ということですので、まあ、そんなに今度の本試験を考えて重要視はしなくていいのかなというふうに思います。ただ、テキストの方にはですねもうあの10月1日以降ということですので、えー、こちらに関しても反映をさせていただいているという状況です。まあ木の半ばですからね というようなことで、どうでしょうあのスピンオフとかね、スクイーズアウトとかなんかちょっと難しい言葉出てきたなっていう感じがねいたしますけれども、それぞれの内容に関してね、えー、見ていけば、あ、なるほどこういう行為のことを言うんだなっていうことでですね、あの分かりになられるかと思います。以上ですね、えー、法人税法に関しては。 以上になりますいかがでしょうかねでは続けてですね所得税法を見ていくことにいたしましょうでは画面の方もですね次のページレジュメは3ページですねで所得税法はこの1ページということになります。 でやはり所得税法に関しましても処方を、ね、最初のところも書いてありますけれどもこれに関してはやはり理論、計算ともに、ね、あの本法ですので、えー、ちょっと注意しておかなきゃいけないなとから例えば所得税法の、ね、施行例だったり措置法だったりという内容に関しても計算だけというふうにです、ねえー、皆さんにおいて見ていただければと思います。 で2017年の本試験でもそうでしたけれどもカメラ切り替えましょうかねあの例えば、みなし配当ですよね所得税法の計算の中で、えー、見なし配当法人税法で、ね、学習した法人税法で学習してたみなし配当の内容が出てきてで、えーまあ、株主という立場を考えればそれは法人株主もいれば個人株主もいるって。 で、あの問題は、そのね、みなし配当に関して、その法人税法で勉強したところね、えー、を考えていけばいいんだけれども、その後、その配当、みなしですね、受け取った者が個人だったから、あれだから所得税のね、関係が生じてきたというようなね、えー、話がありました。で、あの、会計士さんになられた時にですね、あの、私も会計士の先生方と仕事をさせていただく中で、 あーって気がついたことがあって、それをやっぱり皆さんにお伝えができるといいなと思って、日頃いるんですけれども、あの、やっぱり見立て、その、会計士の先生方の見方としてですね、いや、あの、この、その、うん、なんでしょう、あの、行為をね、まあ、実行しようかどうかということで、その会社にとってですね、え、これは、あ、まあ、 その法に沿って、えー、実行できるだろうかどうだろうかという、ね、そのスキームを考えた時にじゃあその影響が及ぶ社ですよね、えー、社外の人だったり、まあ、社内の人だったりということを考えていく中で、えーまあ、社外の社で、えー、法人であればその方の、ね、法人税に関してどういう影響が及ぶかなから一方個人に関してだったらどういう影響を及ぶかな。 さあじゃあどのスキームを取ろうかなっていうことを会計士の先生方ってそういう頭で税のことを考えてらっしゃるんですよね。でまさにあそこのねあの17年の試験のですねちょうどそのみなし配当のところの問題なんかに関してはああそういうスキルの礎を聞いてるなって私本当に思ったんですね。でたまたま私も仕事の中でまさに組織再編ですね一緒に仕事させていただく中で会計士の先生やっぱそういう見方をしててですね。税法的に先生こここのところは あこれででよろしいでしいょうかちょっと見ておいてくださいとかねえいうような形でお話をいただいたりしてですね、あのーまあ、話し合いをするというような場面がありまして、えー、やっぱりそういう、ね、見方ができるようにならなきゃいけないとでまず1つ目なんですけれどもまさにこちらもそうでちょっと切り替えていきますがあの株式分配ね、ね先ほどあの法人税 やえっと、ごめんなさい法人税の組織再編のところで出てきた、ね、株式分配、この株式分配の関係で、えー、また切り替えますが所得税の方ですね配当所得であったりから譲渡所得であったりと、ねえー、いうところについてですね、まあ、影響が及んでいるような改正です。ということでね、あのー、その法人税は法人税ということで切ってしまうんではなくって、えーね、法人 にはその株主さんいいう、ね、方がいらしてで株主には法人株主個人株主がいて個人株主においてはこのね国税としては所得税が関わってくるんだとだからまあ連動して、ね、いるところっていうのがやっぱりあるんだなと。 いうようよな見方をあのそこまででいいですのでぜひ、ね、あのしてみていただけるといいのかなと思いますので後々にです、ね、役立ちますしやっぱりそういうところが本試験でも聞かれるというのはそういう場面が今後です、ね、会議士になられてあるからですよというふうに、ね、あのお捉えいただければと思います。 1で一つ目、ですね、まあ、各種所得ということで私、項目のところを書いたのでなのでちょっとその上にあの所得のそれぞれですね書かせていただきましたでまず1つ目、配当所得に関してまさにねこの1つ目ですが株式分配、ねえー、これを配当所得の対象となる剰、ね、余金の配当利益の配当から除外しますよと。 それから2つ目ですねえ。適格株式分配ですねえ。的確ですのでオレンジにしておきましょうかね。適格株式分配にね該当しない株式分配ですから。あ、ヒッ株式分配ですよね。により金銭また金銭ごめんなさい。金銭その他資産のね交付を受けた場合の配当等とねえ、みなす金額の措置が入りましたと。 から指摘はこっちこうしとけばよかったですね失礼しましたこっちアンダーラインにしとけばよかったですね失礼いたしましただからちょっとあの見なしのね話ですよね配当等と見なす金額の措置がありますよということでね組織再編の改正のあった株式分配の影響が少しねこの配当所得の方にも及んできていると ではあちょっとせっかくね今あの株式分配ということで見ましたので先に譲渡所得見てしまいましょうおちょっと間1個飛んでしまって恐縮ですが譲渡所得ですねど真ん中移していきますこちらに関してもですね一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例ということでねやはり 株式分配により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価格の合計額については配当とみなされる部分の金額を除いて、ね、一般株式と上場株式等にかかる譲渡所得にかかるです、ね、収入金額とみなして課税していきますという内容が1、ね、つ入ってきたと。 からあ特定口座内保管上場株式ですね、まあ、これも特定口座というのが、ねえー、17本試験で1つ、ね、出ましたので特定口座ってあの証券会社さんなんかに預けてある口、ねえー、座のことですよね、ここの中にも,もうあのちょっと1行目の割りからにします株式分配により、ね、取得するこの完全個法人株式または出資が追加されましたということで。まあ、このね、えー 中に要は預け入れることができますよということで、まあ、こういうふうにしていかないとやっぱり積極的に、ね、企業さんの方がねあが組織再編を行えないということで、ねえーまあ、株式分配の改正がこちらですね所得税の方にもいわゆる個人株主さんの方にも及んでますよということですね。 では株式分配の関係はここまでですがここまでよろしいでしょうかではちょっとね、えー、法人税法からあねの流れの話は以上ということで所得税法独特の内容と いうことで、給与所得、それ入ります、戻ってね、え二、ー、つ目、見ていきましょう。給与所得なんですけれども、これ、ごめんなさい、私、さっき気がすみましん、缶も入れるの忘れちゃいました、だめですよね。一千万円ね、失礼いたしました。で、一千万円超える場合の、給与所得控除額、これがね、まあ、二百二十万円に引き上げ、あ、引き下げですね。失礼しました、引き下げと、いうことで、あの、給与所得控除額の計算が、少しあの。 まあ収入の多い方のところの計算が、ねえー、変わりましたということで、えー、この部分が改正が入ってますよということで給与所得控除額に変更があるということで、ね、ここだけラインを入れておくことにします。 から、これはまだまだね、この改正がやっぱり続いてまして、ですから、まあ、安定してないですよね。この丸二番、譲渡制限付き株式による給与の関係で、特定譲渡制限付き株式及び、承継譲渡制限付きですね、株式の範囲。ここにですね、駅務の提供を受けた法人以外の法人が交付したね、一定の株式が追加されましたということで、まあ、この辺もまだね、えちょっと安定してない部分があるな とということですね、えー、少し変更があまだ入っている状況とまあ譲渡制限付き株式の内容に関しては何うーんうんどうでしょうで、まあ、法人税の方での変わったところからの影響を受けているという形ではありますが、まあ、まだ改正が少し入ってきそうだなというところです。 そして、えー、一番下ですね各種所得のね各種所得の下の、まあ、配当所得と譲渡所得でこちらはもう29年10月1日以降で,でしかも、あのそんなにあのこれが入ってきてからまだ出てないですもんね、まあ、商品名で言えばニーサと呼ばれている、ねえー、商品で、まあ、いわゆる、あのー 特定講座とはちょっと違って「少額」小っていう言葉があるとおり金額がまあだから少ないんですよね。 その株式投資をしていただく方をそれこそ増やそうっていう趣旨でねこういった商品をまあ証券会社さんの方も作らないとちょっと活発化しないとねでまあこの中で生じたね譲渡所得なりから配当所得に関してはもう非課税にしますよねだから非課税措置とねいうことでありますけれどもこちらに関して少しさらになんか見ますとあまり大きな声で言えませんけど 要は、そこでちょっと手前ですがこの、ね、非課税累,累積投資契約というものの、ね、非課税措置の創設ということでこれが新たに入ってきたものなんですけれどももう一つの非課税措置をちょっと作ってですね、まあ、要はもうちょっと活発化してもらいたいということでのまあ改正が入ったというところですから、まあ、ここも10月1日以降ですそんなに重要性は高くないということでお捉えください。 では、赤く所得以上で、損益通算は特に、ね、ありませんので、で所得税はあの計算の流れですみません、項目を書かせていただいています。で所得控除ですね、見ていきましょう。こちらが、まあ、医療費控除ねあの、2017年本試験で出てました、計算の方で出題がありました。まあ、この改正が入る一つ手前でお出しになったのかなっていうふ、ね、う、えー、にも捉えられますけれども、一、まあ、つね、ここ まあおこと言葉を聞いたことのある方いらっしゃるかと思いますのでこちら、きょ線引いておきますがセルフメディケーション税制とこれ OTC とは書いてないですねあのいわゆる薬局で購入するだから調剤薬局ではなくて処方箋持っていってくださいという方ではなくてあのドラッグストアとかの,、ね、あの薬局で売っている薬。あれ OTC って言ったりするんですけど OTC の,のお薬をですね、まあ、買いましたなんて言った時に、まあ、ちょっと例えばこれは要件がちゃんとありまして健康診断を受けてますかとかですねあの何かちょっとそ,その かかりつけのまあ病院でっていうことですよ、ね、いわゆる、ねえー、こういう検査、こういう検査、こういう検査ということで検査の、ねえー、内容もあるんですけれども、まあ、その検査において必要だった薬ということで,です、ね、かなりあの限定的です、あの実情はです,、ね、すごく限定的ですので、あのー、そこまで、ね、あの本試験的に覚える必要はもちろんないんですがあの要件がだからちゃんとありましてとでそれに当てはまってば ということで、下のところですね、ちょうどラインを引かせていただいた下のところ、要件を満たせばっていうのはそういう要件なんです。ね、えー、その健康診断を受けたかとかですね、えー、なんだっけ、えー、人間ドック受けたかとかですね、まあそういう要件なんですけれどもね、それを満たせば、今までの医療費控除の計算と有利選択できますよということで、まあいわゆる従来の医療費控除の特例計算、 措置法ですのでね措置法でですのでえ特例計算が1つ加わりましたということで原則は原則で生きてます今まで通りのね計算は生きてましてプラスですよねえ特例としてえそういった方においてはやはりあのそういったね OTC のお、ねえー、薬なんかで、えー、健康維持を図っているという方もいらっしゃいますからそういう方にね、えー のその医療費控除を、ねえー、認めていきましょうということで加わったセルフメディケーション税制ですね計算ということでおいいただければと思います計算の中で特例が入ってきて有利選択を今までのとするんだなということで、ね、お捉えいただければ十分ですでは所得税法最後、ですね居住者および法人の納税義務ということでこちらは所得税法ですねの改正と。 で実は、ここの改正って、えっと、法人税法についてはもう前年においてその事業年度の関係で,ですね事業年度の関係で法人税法においてはもう前年において反映されているんですけれどもいわゆるこの1行目のところですね国際課税原則これがです、ね、変更が入ってそれまでの総額主義っていうのから今は貴族主義っていうのに 考え方自体が変わっちゃったので、考え方自体が変わっちゃったので、そこで改正が入りました、というような話です。 でこの内容がですね所得税法では今回の本試験からねこの課税原則の考え方の変更が1つ加わってきたということでこの恒久的施設、貴族所得とこれをですね国内源泉所得の1つとすると。 でこれに伴って、非居住者関係ですね、非居住者に対する課税の方法だったり、から総合課税にかかる所得税の、ね、額の計算内容だったり、から、外税控除の計算だったりといったところにね、少し、もうその根本的な考え方がね、その貴族主義って、もうその日本国内ということですよね。 どこに帰属するか日本国内に帰属しますかということで日本であればね、えー、いうことで少し見ていくということで、ね、内容が変わりましたので、まあ、その内容に伴って非居住者関係、少し改正が入っていますよということです。ででもうここからの流れというううにしましまょう消費税法では4ページ目 で消費税法はともう共にです、ねあのー、本法の変更と。 いうことで、見ていただければと思います。ちょっと見にくいかもしれません。黄色で所得税法を入れていきますが、本法の変更ね、ともにね。で、えっと、先に今、ちょうど、その総合主義から帰属主義ですね、変更を見ましたので、2番目から恐れ入ります。見ていきましょう。本試験でも出演がありました。リバースチャージですね。で、えー、事業者向け、ね、電気通信利用、お意見の提供にかかるですね、その、お 課税非課税の判定の中で、これが国内取引なのか、ね、国外取引なのかって、この判定基準が、あの、今のこれですね、総合主義から貴族主義の変更によって、実はこれ、えー、っと、29年1月1日以後だったんですね。ですから、 あの17本試験であれば29年3月31日までの事業年度課税期間で考えますとその期の途中から実は入っては来ていたんですけれども、まあ、1月1日後だからということで,です、ね、今回のテキストからもうここは反映をさせていただいています。 ということで、やはりこちらもですね、えー、その考え方があ変わったということで、変更が入りました。で、えー、変更のね、流れを見ますと、それを一番下に入れさせていただいたんです。前回ね、えー、っと、27年改正で、平成27年10月から、このリバースチャージの内容が入ってきて、えー、変更が入っていて、で、さらに今回、 この貴,あの貴族主義への変更に伴ってですね、えー、29年1月からということでの変更が入りましたつまりは内国法人でいけば本店なのか国外支店なのかということでちょっとか、ねえー、考えていかなきゃいけないと。から外国法人であれば 国内支店なのか本店本店は外国ですよ。外国法人であれば、国内支店なのか本店なのか。ですから、外国法人であれば、国内支店についてはリバースチャージ適用です。ねえー、外国にある本店においては、別に日本国内に帰属してませんので、付加税です。 一方、内国法人においては本店であれば、この、ねえー、事業者向け電気通信利用益務の提供があれば、これね、えー、内国法人であれば本店であれば、ね、リバースチャージ適用ですけれども、国外支店、日本の日本の法人の国外支店、国外にある支、ね、店においては付加税になりますよと、ね、これもまさにね、帰属主義日本に、日本に帰属しますかどうですかというところで判定を さらにしていいいいかななきゃいけないねととうことでの改正ちょっとこちらでお話をさせていただくことの方が貴族主義分かりやすいかなと思いましてで所得税法のところではまたね非居住者関係のところで小木、えー、の方でね聞いていただければと思います。で前後してしまいましたがもう1つですね消費税法こちらはあの皆さん 時々、まあ、ニュースとか聞いてお耳にされていらっしゃる方もいるかと思うんですけれどもまさにこの仮想通貨あのつい最近ですよね、えっと、今9月ですから20日とか1日とか20日とかからとかっていうことですよねこの仮想通貨による支払い OK みたいな,なんか、ね、あのお店があるとか。 ねえー、インターネット通販で、ね、仮想通貨での支払いが可能になりましたとかねいうことでなんか徐々に徐々にこの仮想通貨というものが広がってきていますけれども、ねえー、こちらに関してですよねじゃあ何に該当するのかということなんですけれども仮想通貨に関してはこれ支払い手段そうです、ね、だってそれを使って支払いができるわけですから、ね、支払い手段 でこの支払い手段の譲渡というのは今まで非課税取引のところで見てると思うんですけれどもこれ、ちょっとね仮想通貨が今も、ね、流通性がちょっと広がってきそうなのできっちりとですね、えー、法の方で、えー、定めておきましょうということでこちらがですね29年7月1日以後仮想通貨に関して改正がですね入ってきたというところですね。 何々コインとかね、えー、聞きますよね、えー、その関係がまあ支払い手段に該当いたしますからとなりますと支払い手段の譲渡は非課税取引ですねということでですね、まあ、そういった内容が入ってきたと。 ですから、改正前においては非課税じゃないじゃないですからね、課税で購入してとね、いうような話に関して、ちゃんと経過措置が入っているというような状況ですが、そこまではね、本試験で聞かれるという可能性は非常に少ないですので、ここの仮想通貨ということもちょっと知っておかなきゃいけないなというふうに、自制的にですよね、お捉えいただければと思います。以上ですね、税制改正の内容を見てまいりました。 いかか。がでしょうかちょっと多いなと思いなられた方もいらっしゃるかと思いますがたくさんありますね、なんか今回もちょっとたくさん改正があったなというような感じです。えーで まああのこの,ねあの講義を聞いていただいた方においてもまああの下の出題傾向のところ理論・計算とも2017年の分分ですね反映させていただいていますのでまああの参考にねしてみていただければ勉強のね中での参考にしてみていただければということで入れさせていただきましたので。 こちらも、うん、とでさらにですねごめんなさい、えー、と所得税と消費税に関してはちょっと厚くしましたので、ねえー、もう少しちょっとあの私自身ももうちょっと厚く見たいなという,ふうに思いまして少し厚くさせていただいていますのでぜひとも参考にしてみていただければとしょ、えー、と消費税も厚くしました、ね、消費税の方も少し厚くさせていただきましたので参考にしてみていただければという,ふうに思います。 では最後、ですね、カメラの方に切り替えさせていただきまして、まあ、以上をもちましてですね、租税法の改正論点の概要の講義を、ね、終了とさせていただきたいと思います。皆さん、ね、お疲れ様でした。